広木映画、広木映画株式会社、広木映画は、かつて存在した、日本の映画制作、配給会社である。1964年、昭和39年8月、周広市場が、東京都港区に設立した。1962年、昭和37年に閉館した東京都豊島区の映画館、大塚広木映画劇場を前身とする。 広木映画株式会社は、1964年、昭和39年8月、中広市場が東京都港区新橋2丁目6番地に設立した企業である。制作会社、広木プロダクションとして、和潮秘天丸の日本シネマと共同で、制服の目標、監督、松浦淳を制作、同年12月1日に同作を配給して、公開したのが第1作である。 同作の企画者として、中村清春がクレジットされているが、中村は、同社の前身である、大塚弘樹映画劇場、経営、長崎栄、豊島区西菅も2丁目2080番地の支配人であった。大塚弘樹映画劇場は、同社の設立から遡る2年前、1962年、昭和37年1月18日、午後11時20分に、 同館スクリーン裏のボイラー室から出火して全焼している。同館は1956年、昭和31年に開館したばかりであったが、再建されずに閉館した。同社の代表取締役には、同館を経営していた長崎栄。取締役には、中村清春、伊予木博光が就任した。田中淳一郎は、同社を設立したのは、中広市場であるとするが、 映画年間の同社の項目には表記は見られない。第一作公開の4ヶ月後の1965年、昭和40年4月、大倉映画が、成人映画、いわゆるピンク映画の興業網、o p j ンを提唱、上野パーク劇場、台東区上野2丁目、梶橋座、中央区八重洲2丁目、目黒ライオン座、現在の目黒シネマ、品川区上大崎2丁目、 池袋シネマセレサ。現在のシネマロサに、豊島区西池袋一丁目。横浜東亜江岸劇場。横浜市中区明けぼろ町一丁目。大宮大倉劇場。後の大宮大倉劇場。当時、大宮市宮町一丁目。立石金流座。葛飾区立石七丁目。市川日活館。後の市川大倉劇場。市川市市川一丁目。6番19号。 笹塚パールザ、渋谷区笹塚の八冠がこれに参加、同社及び日本シネマフィルム、青い映画、関東ムービー配給者、関東映配等が制作した作品を、大倉映画が配給し、同月第一週からこれらの作品の上映を開始した。同年4月に公開された、異常者、監督、松浦淳、同年5月に公開された、地上の形図、動画これにあたる。 同社の映画制作、配給活動については、1966年、昭和41年2月に公開された、女の秘密、監督、小倉康美以降、見当たらないが、同年10月までの情報が掲載されている。映画年間1967には、同社の詳細情報が掲載されている。前述の中村清春は、広史上工業者映画部が制作、配給、 同年3月5日に公開されたドキュメンタリー映画、血と涙と墓場、監督、伊勢蝶之助のクレットに、企画、取材としてその名が記されている。取締役を務めた、伊予木博光は、公職あん日記、監督、砂山義達、二層の門、監督南川洋に、制作としてクレジットされたが、以降の活動は不明である。活動期間は短かったが、 東方出身の照明技師の大石光一が、公職あんま日記で、技師昇進しており、後に、高達也の名で、小説家に転向した池田昇一が、公職あんま日記以降、同社で旧作の脚本を書いている。公職あんま日記の監督としてクレジットされた、砂山義達は、武田雄勢、1932年体の編名であり、同作は、武田の第一作にあたる。 1960年代末から1970年代にかけてのテレビ映画の音響効果で知られる、共立音響が、共立音響効果グループ、共立効果グループとして、公職案間日記、二層の門、制服の転落、監督、藤田直の三作に参加している。女の秘密を監督した、小倉康美は、日活玉川撮影所、現在の角川大英撮影所出身の、 映画監督で、同作は、小倉が最初に手がけたピンク映画であった。月森伊佐は、小林悟の編名であり、小林は、同社では、小林名義では作品を発表していないが、月森名義で監督した、目掛け芸者の制作会社を、オバプロダクションとし、スコープサイズについての表示を、小バプロスコープとした。監督としてクレジットされた、松浦淳、藤田奈 南川洋についてのフィルモグラフィ以外の詳細は不である。同社が制作あるいは配給した作品のうち、東京国立近代美術館フィルムセンターには異常者のみが所蔵されている。同社の入居したアマカスビルは近辺のビルと共に解体され、2012年平成24年1月20日、跡地に新橋アイマークビルが竣工した。すべて、 配給あるいは制作であり、特筆しないものはすべて制作であり、配給は大倉映画である。東京国立近代美術館、フィルムセンター、NFC 等の所蔵状況についても記す。大塚裕樹映画劇場は、かつて存在した日本の映画館である。1956年、昭和31年、豊島区西菅も2丁目の大塚駅。 南口駅前に開館、洋画上映館であったが、1962年、昭和37年1月18日、火災により全焼、閉館した。カラマゾフの兄弟、監督リチャード・ブルックス、日本公開1958年2月28日、と、監督イブ・シャピ、日本公開1955年10月18日の日本率が、55円、の均一料金。 当時で上映された時のチラシが残っている右写真。ゴー地図の航空写真によれば、1963年、昭和38年の時点では、跡地はサラチであったが、ヤフーロコによれば、跡地の元凶はパチンコ店、サンドラ大塚店である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。